12月31日スマイレージ前田優香ラストステージ。昨日の夜とか、 なんかそのブログを書いたりとか、あと今までの PV とかをずっと見てたりしたら、いやなんか、本当にこの初期メンバーが半分になっちゃうんだなと思って、すごい寂しいなって思いました。まだ全然実感湧かなくて、どうなるのか分かんないです。このライブはめっちゃ楽しみたいなって思います。なんか来てくれた人が、なんか私を応援しててよかったなとか、スマイルージ応援しててよかったなって思ってもらえるようなイベントにしたいなと思います。最高のステージにしたい、その思いを胸に初期メンバー3人で会場を盛り上げます。そしてほんとに、なんかみんなには申し訳ないなって思ってます。ほんとにごめんなさい。でも私は後悔しないように、あの自分の道を精一杯頑張るので、これからもスマイレージの応援よろしくお願いします。こうしてスマイレージ前田優香は卒業しました。本当にありがとう。